東日本大震災の時にやはり、分野の間の壁があって、それを、まあ、超えて連携するってことがうまくできていませんねっていう話は、みんなで、まあ、反省をして、来たわけですね。でそれのと、まあ、かなり近い問題として、まあ、コロナの問題が出てきたかと思います。2020年の、まあ、4月ですね、まだ初期の頃、日本の社会は、まあ、大混乱に陥りまして、でその時に、行動規制をするかどうかっていうことを、まあ、議論したわけですね。でその時にやはり各分野の共同っていうのが必要になりました。例えばウイルス学の先生、感染症の先生、それから臨床の現場のお医者さん、それから行動規制を考える、まあ、シミュレーションとかをしている専門家、そして、まあ、経済活動を見ている専門家、まあ、いろいろな専門家がいたんですけれども、まあ、初期の頃は感染症の専門家が中心になった専門家委員会でしたので、その先生たちとの間がどういうコミュニケーションを取るかっていうことが重要でした。あとは日本、この COVID-19 の話は日本だけの問題ではなく、海外のいろんな事例っていうのが、まあ、ありますので、それを、まあ、比較検討しながら日本の選択肢を選ぶっていうことができるようになってますので、まあ、それことを見ながら、はい、意思決定できるようになってきてるのではないかと思います。はい、LC というのはエシカル、リーガル、ソーシャルインプリケーションといいまして、科学技術の倫理的、それから法的、社会的側面というものです。例えば生命科学だと遺伝子組み換えの技術が、まあ、できるようになって、まあ、遺伝子を改造して、まあ、デザイナーズベイビーとかですね、あるいは早く走れる人間を作るとかですね、まあ、技術的には可能なんですね。で病気を治すために遺伝子技術を使うのはいいけど、そういう人間の願望に沿った赤ちゃんが欲しいために遺伝子操作をするのは本当にいいんだろうか。でそういうことを考えるのが、まあ、生命科学の最先端における LC です。人工知能の LC になりますとまたちょっと違ってきた、違う側面がありまして、まあ、こういうようなことが人工知能を使うとできるようになる。でもしかしたらそれは人間のこういう、まあ、能力に対して脅威になるかもしれない。でそれ使っていいんだろうか。あるいは、地球温暖化っていうのが進みますと地球の気温が上がって夏は暑いの でそれに対して気候工学っていうのがありましてですね、オゾン層の破壊によってそれができて、しまっているので、そこに、ある物質をまくんですね。でそのことによって大気を冷やすってことが可能なんですけれども、でそうするとある地域にとっては、気温が下がる。だけれども、全球的な影響を考えるとある地域にとってに雨を降らせることができるけど、ある地域は、まあ、砂漠化が進んでしまうかもしれないと、まあ、いろんなことがあって、でその気候工学の倫理的側面っていうのも問題になってるんですね。まあ、だからどういうことかっていうと、いろんな分野の先端的な知見を、まあ、やることは可能だけれども、あまりにもやりすぎてしまうと、あるとこまではいいけどそこから先はまずいんじゃないってところは必ず出てくるわけですね、どんな分野でも。で先ほどの遺伝子組み換えだと、こういう病気を治すためには使っていいけれども、早く走ってる人間を作るのはまずいんじゃないとか、あるところまではいいけれどもあるところから先はまずいかもしれないっていうことを必ず議論していかなくてはいけない。
でそれが各分野の縦割りに対して横串として使えるんではないかというふうに考えられるわけです。つまり他の分野でこういうところが倫理的、法的、社会的に問題になっている、でじゃあ自分の分野にそれを応用してみるとどんなふうになるんだろう、まあ、そういうような形で LC っていうのは使えるかなと思っております。LC っていう考え方を基盤にしてですね、2011年あたりからヨーロッパを中心に出てきた概念として RRI というものがあります。 RRI っていうのはレスポンシブルリサーチ&イノベーションの略で、まあ、責任ある研究とイノベーションというものです。でこれは実は、ホライズン2020といって、まあ、2020年に向けてのヨーロッパの科学技術をどういうふうに作り変えるかっていう時の、まあ、一つのキーワードでした。でこれどういう概念かというと、研究とかイノベーションのプロセスにですね、さまざまな人々が参加することが大事っていう概念なんですね。そのユーザーであるとか、まあ、企業の人も含めて、それから市民ですね、いろんなステークホルダーが研究開発のプロセスに参加することによって、より良いものができるんではないかっていう概念です。でこれはLC と違って、 LC はどちらかというと、まあ、倫理的な側面ですので、まあ、専門家に、まあ、閉じてしまう可能性もあったんですけれども、 RRI の方はより積極的に、まあ、市民の、まあ、一般の人ですね、一般の人の参加を推奨するというものです。RRI をどうやって促進するかっていう、まあ、いろんな応用の場面を見てきました。でエッセンスが3つあって、1つはオープンアップクエスチョンズって言って、議論を全体に対して開くということです。それから2つ目がミューチュアルディスカッションといって、相互に議論をする。で3つ目がニューインシティテューショナライゼーションといって、新しい制度を作るっていうものなんですね。でその3つを実践するっていうことをやっていました。例えば欧州で情報技術系の会社とか AI 系の会社の人たちが、自分たちの事業において、どういうことをやればその RRI ができるかっていうことを、まず社内でワークショップを開く。で問題を整理した後、それを今度は市民に対して開くということをやって、自分たちの事業に他のステークホルダーの意見を反映するということをやっていました。あるいはこれはイタリアの海洋科学に関するプロジェクトなんですけれども、まあ、サステナブルですね、持続可能な海洋科学研究はどうあるべきかっていうテーマでプロジェクトが動いてました。でイタリアっていうのは日本と同様海がたくさんあるんですね。でそれは海洋資源はいろんな食料資源とかであると同時に観光資源でもあるんですね。ところが観光客がたくさん入り込んでしまうと、逆にその海洋資源が汚されてしまう。でだからサステナブルなその観光業はどうあるべきかとかですね、それこそ市民も入って議論しないとできないわけですね。でそこに行政官とか研究者だけではなくて、学生さんであるとか、それから海洋科学に関連する企業の人とか、それからジャーナリストであるとか、一般の学生ではない市民の人とか、いろんな人が入ってもう何回もワークショップを開く。で最初は何していいのか分かんないんですけれども、何回か繰り返していくうちに、いろんなことが言えるようになってくるわけですね。そうすると、研究者の側も自分たちだけで考えて、いた時には出てこなかったようなアイデアが出てくる。でそれを、まあ、ワークショップを何回か繰り返すことによって、より良い海洋科学の在り方っていうのを
まあ、レポートしてるっていうプロジェクトもありました。東日本大震災の時の苦い教訓です。つまり、津波の専門家が1990年代にこういう警告を発していたのに、それがまあ原子力の専門家であるとか、まあ、現場の企業に届かなかったんですね。届かなかったっていう事例をずっと説明した後に、じゃ あのイタリアの海洋科学研究、これマリーナプロジェクトっていうんですけれども、マリーナプロジェクトをもし90年代にあのマリーナプロジェクトでやっていたワークショップを90年代に開いていったらどうなってただろうかっていうことを考えてみてくださいといつも言ってます。でそうしますと、90年代にもし津波の専門家と土木学会と、それから原子力の委員会と、それからまあ原子力発電所の会社と、それから地域住民と、そういったいろんなステークホルダーとちゃんと議論をするようなワークショップを開いていたら、実は2011年の東日本大震災後の原発事故は防げたかもしれないというわけですね。ですので、決してこれ他人事ではなくて、日本はこういうことをやってこなかったからこそ失敗したっていう苦い事例がありますので、それをベースにしてちょっと考え直してみませんかっていうようなことをお伝えするようにしています。